どうもカルロスゴッドです。今日はダビスタの収録で、今日はライブ配信ではなく収録でやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。セイロガンも有馬記念登録してます。オールカマ買って宝塚も買っています。まあ、ありますね。ピンクのラブアゴンネズミ先輩と、こういう感じになっております。遊び盛りすぎた出走していきたいと思います。まあ、先行、まあ、逃げでいきましょうか。京都競馬7レース3歳以上3勝クラス芝外回り 1400m コンディションは良。ここで先頭が変わった。先頭はグレースゼットグレースゼット粘っている。グレースゼット先頭はグレースゼットグレース。さあ伸びてくるか。残り200を切りました。さあ伸びてくるか。微妙な伸び、微妙な伸び。先行ぐらいがいいな、やっぱりこの馬は。一番人気。さあピンクのラブワゴン出走していきたいと思います。あ、じゃあ北村くんでいきます。方向仕切りは故障中ですね。わさび盛りすぎた、次はどこに使っていきましょうかね。距離が微妙なんだよな。ダービーは距離長いと、まあマイルぐらいがベストかなと思ってますので、まあ、マイル戦使っていきたいと思いますね。マイル戦、マイルの適性がねえな。1008でいっか。1008使います。こんな感じですね。さあラッシャー木村のことピンクのラブワゴンが出走していきたいと思います。逃げていきます。阪神競馬11レースオープンリンクステークス。オープン11レースリンクステークス。コンディションは良。トシキャンディ突っ込んでくる。トシキャンディわずかに先頭。トシキャンディプレスティージを差を詰める。トシキャンディわずかに伸びませんな。ポパのキッキングまだ動かない。先頭伸びませんな。ホワイトフルは伸び足がいい。根性はあるけどジリやな。まあ逃げで十分かな。このまま大名富士まとめてかわした。大名富士差し切り勝ち。ピンクのラバーネズミ先輩出走ですね。安城和田ジョッキーでよろしくお願いします。でピンクのラブワゴン、そうか、ピンクのラブワゴンってオープン馬か。そうか、それやったらまああの印はしゃあないな。オープンまで行ってんな。さあネズミ先輩ですね。ネズミ先輩差しで、差しで。馬券買います。エーシンセラードアルカーナ。3レース3歳以上1勝クラスダート 1400m コンディションは良。スタートしました。コーナーか直線コースに入ります。先頭はわずかに名勝ジーク。400を切って先頭名勝ジーク、その後アイリッシュビート。残り200を切りました。名勝ジーク粘っている。2番手ウッドヒューマン、その後アイリッシュビート。名勝ジーク先頭馬券外れ。名勝ジーク堂々と合流。いや負けそうな気がしてん。硬いな。エヴァモリタン、エヴァモリタン、たけし君で。
さあ、めずみ先輩は、島田ジョッキーからずっと和田くんに、和田ジョッキーに変わってますね。距離がちょっと短かったかな。あ、マイル戦、一緒クラスか。一緒クラスでしたら、こんなにさ、あれやな、冷たくはない。条件が、いい条件がないな。これで。さあ、エヴァンモリタンですね。グリグリ。刺し。なんか詰まりそうやな、これ。ジセルとかありそうやけどな。ジセル気になるな。ワイドで3連覆で勝っとくか。ジセルと一応モリタンとかとか、いや、どうやろ、ルーカスの方がいいか。よし、これで。あ、ルーカス追い込みか、しまった。いい。阪神競馬6レース3歳以上2勝クラス芝 1200m、 コンディションは良。ここで先頭が変わった。わずかに先頭はパラーディウム、レジーナファースト差を詰める。パラーディウム内から来てるけどね。ここから坂を駆け上がる。レジーナファースト内から来たわ。レジーナファースト差を詰める。内から来た。ここで先頭が入れ替わる。エヴァンモリタン先頭、エヴァンモリタン押し切ってゴール。よし、馬券台、馬券台が帰ってきたぞ。秘密クラブの子供です。モリタン快勝。セラゴンモリタン有馬記念出走です。騎手を選んでください。ルメールマンが出てくるんか。誰にしよう。生姜モリタン3勝クラスまで来ました。まあ、1200万馬って感じですね、この馬は。1200万馬。あ、いいレースがあったわ。山城信号ステークス。ちょめちょ。えらい印濃いな。あ、サートルナリアか。あ、ダスカがおるわ。先行。難しい。これ全然ウィンバリエーションとかありそうな気がするけどな。さすがに出すか来るやろこれ。モリちゃんバリエーション、サートルナリア、あとリンボーラインは怖いな。リンボーラインこのゲーム強いような気がする。トラストインパクト、シャケトラ。勝負。いやいや。役者が揃い、舞台が整った中山競馬場。豪華絢爛、世代を超えた名馬たちによる2分半の夢舞台、有馬記念、まもなく開演です。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まずは先行争い。さあさあ、外から押して15番、有馬記念ノカトでお送りいたします。2番手、2番ダイワスカーレット、9番レインボーライン、方位をキープ。内から8番サクラアンプルール、16番ミッキーロケット、その外13番クリンチャー、内から5番セイロガンモリタ、14番サトノノブレス、その内12番サートルナーリア、7番ウィンバリアション、16頭正面スタンドで大声援を受けます。外から11番ダーチャー、やばい前壁やな。内押さえて3番
馬身相手1番サトノクラウン、各馬第1コーナーをカーブしていきます。1馬身相手1分2秒7遅っ、1000メートルの通過ペース遅い、1分2秒7最高峰、これは遅えな、2秒7とかめっちゃ遅いやん。これ中山競馬場駆け抜けていきます。問題タレ馬回避できるかやな。10馬身以上先頭は変わらずマルターズアポジー、後ろにマルターズ短期逃げ、もう出すか絶好の位置やんか。レインボーライも絶好の位置。14番サトノノブレス、内側8番サクラアンプルール、内押さえセロガン俺勝ってないから馬券としてはいらんけど、まあ勝ったら勝ったでいいかなって感じだけど、さすがにきついかこのペースじゃ。ミッキーロケット、そのペース的には距離持ちそうな感じやけどね。少し差が開いて6番ラストインパクト、さあ馬群割れるかこれ、馬群割りしいや、馬群割り。おパックリ開いたよ、パックリ開いちゃうよ。モリちゃん来てるやん、モリちゃん出すか、強っモリちゃん2着やん。まああのペースやったら来るよね、さすがに。サートルナーリア、お当たってるやん、あれ当たってるやん、3連単むっちゃむっちゃお金増えたで、85倍もついとってんやん、それラッキーやな。おお賞金8000万、そうか3億やもんな、有馬むっちゃ金増えた9。おジャニオリー北村くんで盛りすぎたのりさんで盛りすぎた1000個、あーでも差しぐらいの方がいいかな、でも決め手がねえんだよな。さあピンクのラボ、さっきにわさび盛りすぎたからいきます、先行でいきます。一応2着流し買っとこう、なんか嫌な予感がする。違うな、こうやな、500万、中山競馬8レース4歳以上3勝クラス芝 1800m、 コンディションは良。トミケンボハテル突っ込んでくる、先頭はトミケンボハテル、カリーニョミノル外から追い上げる、トミケンボハテルわずかに先頭か、ここで先頭が変わった、残り200を切りました。カリーニョミノル伸び足が、カリーニョミノル、うわ綺麗に2着やわ、素晴らしいな。カリーニョミノル綺麗に2着すぎるわ。あ2番人気か、しゃあないな、またね正解やけど全然嬉しないわこれ。さあピンクのラブワゴンですね、差しで行ってみましょうか、決め手がねえんですよね。でもアルビスやな、これアルビスからと、アーリーが気になる、アーリーちゃんが気になるね、二軸アーリとレッドアルビス、アーリと三連複二軸レッドアルビスと、ピンクのラブワゴン、2頭で。中山競馬9レースオープンジャニュアリーステークスダート 1200m、 コンディションは良。あら無理やろさすがに。名称和太鼓わずかに先頭か、フェラーリプサ差を詰める、フェラーリプサ名称和太鼓わずかに先頭か、フェラーリプサ勢いよく追い上げる、フェラーリプサや、レッドアルビス、レッドアルビス乗り足がいい、レッドルゼ追ってくるが気
あー普通にレッドレッドか。あーレッドレッドでよかったんか。ライトフェアリー、いやーラバーコンはやっぱり差しじゃ無理か。さすがに森田、山城ステークス、たけし。さあコメント見ていきましょう。コメントなし。さあエヴァン森田ですね。差し先行しかおれん。これは難しいな。これは難しい。クリのフラッシュから流そうか。富田くんからクリのフラッシュ。いやそれはやりすぎやな。50万。京都競馬9レース4歳以上3勝クラス芝 1200m コンディションは良。オンザボックス勢いよく追い上げる。あ赤変やばい。大外回した。食い下がるフリのフラッシュ。わずかに先頭はオンザボックス。エヴァンモニタまだ動かない。オンザボックス伸び足がいい。エヴァンモニタここから届くか。2番手レッドラフェスタ。レッドラフェスタオンザロックス、うん、13、12、11、外ばっかりやな。クリノフラッシュ4着しゃあない。バレンタインデーキス出走です。北村くんで、まあ、こここそ差しかな。でもネズミ先輩は安城はなんでルメちゃんがおんねん。なんでや。モリタンは放牧と。モリタンは晩成に近いな。ショウ。さあ、ネズミ先輩グリグリやで。うせやろ。馬券。三単。流し。二着流し。三単。三着流し。なんかスタホみたいな買い方してるわ。スタホ的な考え方で買っていきます。二三着流し。小倉競馬3レース4歳以上1勝クラスダート 1700m コンディションはやや重。レクスミノさあ届くのかこれ。レクスミノクリムズンフラッグ外から追い上げる。わずかに先頭全然伸びひんやん。迫るクリムズンフラッグやば。これは馬券外れたな。ここで先頭が入れ替わる。クリムズンフラッグ伸びやしのドベチャーかこれ。クリムズンフラッグ食い下がる。迫るダイヤレイジンやっ、大損害食らった。しまった。荒れてますやん。全取りがやったか、これ。しまったな。さあ、ピンクのラバーゴンですね。先行していきたいと思います。グリム、コパノキッキング。コパノキッキングは自在。ベック怖いな。ベックは怖い。散布できます。ベックとベックとコパノから行こうか。で、散布一等軸ベック20万。馬券買いすぎた。
11レース、オープンバレンタインステークス、ダート 1400m、コンディションは良。プロビナージュ突っ込んでくる。サルサディオーネわずかに先頭か。ここからが勝負。サルサディオ先頭、サルサディオーネ追いすがる。西剣モノノフあと200。サルサディオーネ粘っている。サルサディオーネさらに差を広げる。なんか来たな、一頭逃げる逃げる。サルサディオーネすんごい足。ライジングリーズン、ライジングリーズン、すっげえ足だったな。いや荒れてるやん、ベック何してんねん。うわー荒れてるやん。サッシーは狙いは正解やけど。さあセロガンモリタ戻ってきました。さあどこ出そう。直行行くか。直行か、これ直行ですな。これ叩かれへんわ。大阪杯直行ですな。さよなら。さあ3月もやってきました。さあわさび盛りすぎた出走です。ルメちゃんで。お、タフネス、タフネス牧場や。わさび盛りすぎた。任せる。ひょっとしたら勝つかもな。キーグランドと盛りすぎた3連単2等軸にし、あれや、頭フォーメーションにしよう。キーグランドと盛りすぎた。あと何来るか分からんから、もうあとザーッと流します。全通り200点とかなってるな。やばいな、点数多すぎやな。420点、3万やなこれ。せいぜい頑張っても。ちょっと馬券買い、さすがにちょっと使いすぎや。阪神競馬8レース、4歳以上3勝クラス、芝 1600m、 コンディションは良。アポロネイヤ勢いよく追い上げる。先頭はアポロネイヤ。アポロネイヤ粘っている。先頭はアポロネイヤ。お、坂を登ってアポロネイヤ。刺されるな、でもこれ絶対に。追い上げるジュランビル。わさび盛りすぎ食い下がる。追い上げるレッドレグナント。レッドレグナント、まとめてかわした。ああ残念。キーグランドケツの方やん。やばいな。盛りすぎたもなんか逃げたんや。あールメちゃんは逃げたんですね。逃げじゃないねんな、先行出しやけど。ここかな、先行やな理想は。うん、えらい長いな。お、生まれてきた。パンシロモリタ。お、なんか、現れてるよ。ババアが来たで、ババア。白バラの乙女って、ミスターグリーリア、ブルーアベニュー。ブルーアベニューってことは、黒船の妹。あ、交渉します。ご縁がなかったことで。そうですね。シロモリタ打ってもええけどな。もう花丸マーケットだけか。いやーそれはまずいな、それはまずいな。セイロガンおるけどまずいっすね。またじゃあ現役続行やな。モリタおかえり。モリタン戦に専門やからな。戦とか使おうか。春風ステークス。
セロガン森田大阪杯出走していきます。生姜さんでお、クリストフ乗ってくれた、ネズミ先輩、あーす、ネズミ先輩ですね。グリグリです、グリグリです。阪神競馬4レース4歳以上1勝クラスダート 1800m コンディションは良。ネズミ先輩突っ込んでくる、もうネズミ先輩まくってるやん。3番手から先頭を狙う、ネズミ先輩粘っている、先頭はネズミ先輩、坂を登ってネズミ先輩、ネズミ先輩粘ってるな、伸び足がいい、ネズミ先輩、あ、まくり切ったわ。押し切れるか、ネズミ先輩伸び足がいい、ネズミ先輩、ネズミ先輩押し切ってゴール、うまい、ルメちゃんさすが。プルル、ナイス、圧勝でしたね。ら、お、メンバー的には全然やれるメンバー。ラブリーで、和田ジョッキーになってるやん。そっか。あれ、浜ちゃんじゃな、あ、そっか、浜ちゃんは、あれ、代打か。セロがもともと、あ、そっか、和田ジョッキー。あれなんや。取ってくれていいんや。それはありがたい。へぇ、馬券。うん、じゃあ行きます。じゃあ、じゃあ馬券じゃないです、幾度となく名勝負が行われてきたこの大阪杯、今年も名馬たちが揃いました。古馬中距離のビッグレースが間もなくスタート。サンライズメガ突っ込んでくる、コスモファントム3番手から先頭を狙う、セイロガンモニタ粘っている、先頭はセイロガンモニタ、ここから坂を駆け上がる、勝ったやろこれ。セイロガンモニタ伸び足がいい、ラブリーデイ追ってくるが厳しい展開、よし、セイロガンモニタ押し切ってゴール、勝ったのはセイロガンモニタ、鞍上は鎌田優雅騎手、セイロガンモニタ大阪杯制覇です。まさかのここで勝つっていうね。よし、大阪杯勝ちましたで、よし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 、セイロガン勝ったわ、やったー、馬券も当たった、よし、お金戻ってきたわ、馬券損した分が、よしよし、種付けシーズンです、子供生まれますな、これ100勝達成しました、やったぜ、よし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 、まだ新米です、父親にパン、セイロガンやるやん、まあただ天皇賞距離長そうやけどな、ええわ、行ったれ、今ならやれるかも、よし、ハルテンや、来ました、ラッシャー木村を押す、盛りすぎた出走です、クリフトで、ルメちゃん、ルメちゃん、ルメちゃん、さあ種付けしていきたいと思います。まあ基本のキーぐらいでいきたいと思いますね、多分プックルばっかりやな、アイロハバナザ確か凝ってたなと思って、凝ってますよ、肩凝ってますよ。ラッシャー木村シャトル。
まあ、短距離4位やからね、しゃあない。シャトル、待機シャトルどこだ、おった。凝ってますね。これでもデジタルの子供やったっけちゃうかったっけね。そう、デジタルの子供です。ピコメで出ねえな。もうちょっとびっくりやねんけど。しかもダートバックさ、これ。さあ、うちの馬出るよということですね。さあ、わさび盛りすぎた。グリグリ。先行しきまーす。中山競馬8レース。4歳以上3勝クラス。芝 1600m。コンディションは良。フィニフティ、勢いよく追い上げる。お家から来てるやん。うまい。追いすがるシゲルポインター待機サターン。ただ伸びない、伸びないっす。伸び足がいい。フィニッティこのまま押し切れるか。追い上げるわさびもりすぎた。フィニッティ、フィニッティ押し切ってゴール。なんだ今の光は。2着2着でした。金利さやな。わさび盛りすぎたバブーカ。よし、メスメスです。よし、森ちゃん生姜で、生姜安城。森たんはたけしくんで。ああ、パネマジ半端ない。種付けせなあかんな。ハードスパンやからな。デジタルとかの方がええんかな。ミスプロやし。金亀とか。ぬれえ、ぬれえ F4×5。面白そうやけどな。付けよっか。金亀。ミスプロ系なんか相性良さそうな気がするわ。ペテン人気はあるな。なんか去年より強なってない、この馬。なんか去年より強なってるような気がするわ。うん、去年より強なってるような気がする、印見てると。てか相手弱いな今見たら。コバ最高峰レースといえばこのレース。 3200m の長距離最強決定戦。伝統と格式の盾を抱くのはどの馬か。スタートしました。コーダッシュはスマートレイヤー、北高ブレール。どの馬が先手を取るか。内から押して2番スマートレイヤー、17番マイネルメラリス。絶対スローやなこれ。6番うわ、雨降ってんのが嫌やな。でも続きまして誰もいかへん。内から1番ゲッシュタルト、10番パスカクリちゃん、1番人気8番レッドカドー。レッドカドー1番人気なんや。レッドカドー1番人気ってすごいペースやな。15番ボッコーブレーブ、内から12番ムスカテール、11番シャケトラ、続きまして16番アドマイアデウス。これを見るように内側5番リッジマン、その外14番コパノ神宮。内からすごいな、一段もええとこや。外13番ヒットザターゲット、3番オスモヘレノ。おっそペース4秒9、超ドスロー。いやスローやったら距離持つと思うねんけどな。ただババやな。その内6番ダンビュライ、内押さえて1番ゲッシュタルト、その外2番スマートレイヤー、15番北高ブレール。2コーナーを抜けて向こう正面、外を押さえて16番アドマイアデウス。これを見るように内側14番コパノ神宮、その内12番ムスカテール、
内から11番シャケトラ、その外13番ヒットザターゲット、17頭淀の坂に押し寄せていきます。内押さえて5番ニッジマン、内押さえて4番モズベッロ、最高峰モズベッロ、モズベッロ怖いな。先頭変わって西原講師やし、各馬第3コーナーをカーブしていきます。続いて9番西原下手やからな、うちの馬な。7番セイロガンモリタ好位をキープ、1番人気8番レッドカドー、この位置1番人気最高のとこにおるな。4番手外を押さえて10番ハスカクリちゃん、ただ道あるや問題はな。さあ直線の攻防、400を切って先頭レッドカドー、その後ミッキーロケット、レッドカドー粘る、 200m を通過した。やべ伸びきれんな、ちょっと2番手セイロガンモリ差を詰める、セイロガンモリ、おまあまあ2着なら、レッドカドー先頭でゴール、2着ならあんまり文句言われへんわ。ペースクソスローやと思うな。まあ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 2着なら文句言ったらあかん、内容的には。さあ森田んですね、差し新潟競馬11レース、4歳以上3勝クラス、芝 1000m、 コンディションは良。スタートしました。コーダッシュは6番パンドラフォンテ、先着か、まあ、何が行きますか。ここで先頭が変わった、先頭はクラークキー、エヴァンモリタン外から、エヴァンモリタン外、先頭はクラークキー、エヴァンモリタン 200m を通過した。あれ先着向いてんのこの馬、先着向きか。このまま押し切れるか。エヴァンモリタン先頭でゴール、1着10番エヴァンモリタン人気に応えました。2着以下は混戦です。まさかの先着向きか。おーアイビス様だし目標やな。じゃああんまり勝たへんからね。よしよし、まあ賞金入ったよだいぶ。よしよしよし、不渋滞花丸マーケットオスでした。さあ種付けしてから終わりたいと思います。種付け、I'll have a nose. I'll have a nose. I'll have a nose. アドマイヤモンつけとってんや、アナマルマーケット。アドマイヤモンね。あ、凝ってるやわ。なるほどね。おぉ。おぉ、タフネス知らず。いいね。タフが2通る。宝塚。モリタンがまさかのオープン入りか。遅咲きやもんな。遅咲きか。8月1週やもんな。遅咲きやな、この馬、完全に。まあまあ。短距離系やから。函館スプリント使おうか。はい。今日はこんな感じで終わりたいと思います。また、ライブ配信もやっていきますので、ぜひそちらの方も。見ていただければと思います。よろしくお願いします。それでは皆様お疲れ様でした。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。